はい、どうもトキトキです。こんにちは。やってます、やってみます。湯真爪揚げ勝負、最近激アツのポコティング、ポコタゲームですね。頑張ります。どこでもチャンスあるよ。ドリームをつかむには投げるしかない。でも朝がいい、夕方ですけどね。夕方も出せたらさ、いいよね。とりあえずこの辺から投げてみます。なんでここを選んだかっていうと、なんか沖の波の立ち方がちょっと違かった気がした。他よりラインがね、波の立つラインがちょっと違かった気がした。ただそれだけの理由。イワシの群れがね、うねりの中を泳いでた。うねり盛り上がった時にイワシの群れがふわーっと泳いでた。いなっこじゃねえと思うんじゃないもの。もう一回多分見えるでしょ。GoPro ビデオスタート、 GoPro ビデオスタート。ヒットヒットヒット。いや、ソゲソゲソゲぐらい、ソゲソゲぐらいかな。あ、魚違う、魚違うがいい。なんか結構暴れてる。ワンオチか。あ、石持ち、石持ち、石持ちでした。エスモズ、35ぐらい。ちょっと今今測ります。 あごめんなさい、30、35はない。ちょっと35は盛りすぎました。33です。34か、うん。よし、今日は塩焼き確定だ。余分の真ん中のあたりでちょっと流れが沖に出てるところを IT ボトムでふーって置いとったら、カズ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 って、エスモズ、エスモズ1匹。とりあえずエスモズ、あれうまいんだよね、醤油焼きで食うと。ジムじゃねえのか、あっちにすか、あっちにしましょうか。じゃあ濁ってっから、ホットレッドヘッドマットオレンジいきます。食いそうで食わない。だん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 これ日がね、陰できたよ。沖の方しかもう日がかかってません。ヒラメの活動時間です。今この時間いいよ、食うならここや。はい、これで終わります。とりあえず初日、このおのポコタドリーム3日間、初日ユーマ詰め石持ち1です。明日はね、午後2時か3時ぐらいからまた同じ時間ぐらいまでやってみたいと思います。じゃあ明日頑張ります。さあ3日間のうちヒラメに出会えることができるのか。また明日。ポコタチャレンジ炎の 3days Day 2ですね、今日は。土管が3時なんですけど、3時20分今揚げ始めですね。ちょうど揚げ始めから狙ってみようと思います。で、濁っちゃったな。水はないんでね、
立ち込めるんですけど濁りが入っちゃってます。昨日は石持ち、さあヒラメに近づくことはできるか、頑張ります。少し濁ってるんで派手めのウェッジ120、ホットレッドヘッドマットオレンジからいきます。やっぱり新品がいいと思う。手前は濁ってるけど沖は濁ってないね。風の影響だなこれ、風濁り、南風ですからね。でもまあ気にならない程度ですね。入れば食ってくるでしょう。よし、こんなもんで今日はいいや。何もなかった、何もなかった。明日仕留めます。全ては明日のためだ。やっぱ朝が強いから朝入れる日を待ってたんです。明日朝入ってみます。はい、おはようございます。 3days 最終日、朝まずめやっと来れました。でもあいにくのこれ雨です。結構伝わりづらいけど降ってます。ちょっと見づらい映像になっちゃうけどごめんなさい。昨日より水の色が復活しましたね。やってきます。台風来てるのにね、台風1号が来てるのに全然穏やかで風もない。雨がちょっと強いぐらい。海そんなに悪くならないといいな。これ今4時半です。朝は釣れるんですよ。だから朝来たかった。鳥が全部左ずっと北に行きますね。スルーってか、ここは立ち止まりもしません。さっきから十何羽と通過してます。立ち止まってくれよ。流れもねそんなにね昨日ほどえぐくなくいい感じで、新編で食いつきそうな海なんだけど食いませんね。なんか釣れそうは釣れそうだけどね、難しいね。はい、5時半、雨が強くなってまいりました。もう右側向けね、南側向けません。すごいよ、反応もなし。6時までに何か起きろ。プロビデオスタート。よし、それそれそれ。よし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 。ごめん、取れてないかも。そげった。なんとか釣れたね。1枚。よいしょ。手前で。てくれました。ティーバーなんか開いてる場合じゃねえよ。25センチから30センチないくらいかな。はい、釣れました。超かわいいサイズ、めっちゃかわいい。やってんな、やってんな。今そういうの 30ないけど25ぐらい。え、あ、そこでなんかかかったんだよね。でもすぐ取れちゃった。飯島プロは、飯島プロも雨の中やってるわ。いやいや、この雨大変だよ。サイズは選べないとしてもね、ちょっと でかいの狙いたいよね。今の時期みんな釣ってるから。見える、これ映る。雨すごいよ。いやいやいや、ちょっと移動するか。雨がひどいので仕事行きます。終わります。3日間チャレンジしてみて、ソゲ1枚の石持ち1匹って感じです。
これにて終わり、炎の3デイズ。どこが炎やねん。まあ楽しみました。まあどんどん楽しみましょう、こうやって。ちょっとここはね、移動してきたところはね、手前がね、サンドバーになっちゃってて、ね、取れちゃってるから、下げて、立ち込んでやった方がいいかもしれないね。うん、あー、台風影響ないといいね。